このページのところでたくさんの大事な単語を紹介します。これを見て読めますか意外とこの7月の言い方がわからない人がたくさんいると思います。僕の生徒さんでたまに間違ったりして、改めてこの読み方を紹介したいと思います。読み方がわからないといつも まあ、あの自信のないあの話し方になりますのでやっぱりフランス語の読み方を覚えた方がいいと思います、まあ、前もって言いますけれどもこのリストのある単語は全部覚えた方がいいと思います読み方を勉強するときにやっぱり単語を覚えた方がいいと思います日本の小学校でもやっぱり「あ」のひらがなを覚えたときに「じゃあ,あ」で始まってる単語は何ですかとね「あ」を使ってる あの言葉を教えてくださいって先生が言っていますね。そうすることによって記憶力が上がります。覚えやすくなると思います。ただ、そうですね、あの文字で覚えるのが難しいと思いますからです、何かとつながいだ方がいいとされています。今回は ELL、英語で ILL となりますけれども、まず、ね、フランス語では ELL と言います。 フランス語のアルファベットは英語のアルファベットの言い方が違いますので。はい。ちなみに、今まで、ね、紹介してないけれども、自己紹介してないけれども、私はフランス語です。札幌市でフランス語講座、またはフランス語文化とワイン会をやっています。札幌に住んでいるのであれば、ぜひ連絡してください。はい。それでは、前もって言いますね。この ELL のところですね。ここは L が2つありますけれども、 る、らりるれろの音はありません。いいですね。これはありますけど、いいはないです。違う発音となります。女の子といえば、フィーですね。フィー女の子、フィーですので、フィーを聞いたときに e, f, e, l, l, u を書いていただきたいと思います。まあ、それをディ c テと言いますけど、聞くだけで書けるように。 おねいいいしたいと思います、ね、フィーユ,ユそして7月7月はジュイエジュイエエルは発生しませんマーセイあごめんなさい大文字で書きますけどね書,く書き忘れましたので申し訳ないけど、ね、パ,リにパリではなくて南の大きな町ですねマーセイとなります あと、仕事、travail。今回は L が1個しかないけれども、それでも L は言わない、ね。やっぱり I と L があれば、ちょっと気をつけないといけない。travail。travailé、仕事をする。t r a v a i l は仕事の名詞。travailé、仕事の動詞ですね。仕事をする。家族は大事ですね。famil。を聞いたことがあると思いますね。famil。 アベイ、ハチ。おかげでね、ハチミツがあります。ハチのアベイユ。ちなみに、ハチミツは見えるとなります。アケイユ。アケイユ。アケイはフロントデスクですね。どこかの店、スーパー、デパートのところで質問するところをアケイユと言います。アンギー。アンギーはうなぎです。アンギーユ。ユとなりますね。 ボトルのブーテイ,ブーテイ。コキアージ。コキアージは貝殻。ケイアージ。貝。マキアージ。みんなわ、ね、かってますね。マキアージのメイクアップですね。そして、形容詞。一つ。ジャンティー。女性で優しい。ジャンティー。彼女は優しいです。エレジャンティー。ちょっと待ってくださいね。例外があります。 この「ゆ」の読み方を守ってないわずかの単語があります。今回は2つ紹介しますけれども、そんな多くないですね。理由はラテン語では違う読み方があって、そのラテン語の読み方のまんまあの読んでいる。第一は「ミルですね。千のこと、ミルで、ラテン語から来ていて、ミリリットル、i t は千分の1のリトルとなります。ミリリットル、いいですね。で、最後は「v ィル VILL 本当は V とも読むべきですね。でもそれを守ってない。ラテン語の影響のせいで、VILLA という言葉ですね。から来てて、VILL となります。いいですね。あの、こっちの読み方が普通ですね。これが普通。Y となります。これが変わっている。L となります。はい。これで E が読めるようになりました。 僕のウェブ YouTube またはウェブページであのフランス語の読み方をほとんど紹介していますので、まだ足,足を運んでないのであればぜひ見てください。私はフランス語です。フランス語講座札幌であのやっていますので、もし興味がありましたらぜひ登録をしてください。それでは、au revoir。